はい、お待たせいたしました。はい、だいぶ遅くなってしまいましたが、今日はね、この話題が持ちきりですね。鴨頭義人がですね、マクドナルドの元社長原田栄光さんに嘘を派手にばらされてしまうという話でございますね。これはもう何人かの方が動画を上げられてるんで、まあ見ていらっしゃる方が、いらっしゃると思うんですけれども、まあざっくりと概要を説明すると、元マクドナルドの社長の原田栄光さんですね、まあ鴨頭義人の元上司にあたる、まあ元上司っつっても、まあ社長と、まあ一店長だから、まあ立場としては雲泥の差ぐらいあるわけなんですけども、その原田栄光さんが、まあ、その鴨頭義人について、どう思うかみたいなことをね、まあ、動画の中で、話してるわけですね。で、まあ、その前編後編になってみたいで、その、まあ、今回の出た動画は前編ということで、また後編もね、続きがあるみたいなんでね、そっちだと、そっちの方がもうちょっとね、鴨頭について言及するっぽい、みたいなんで、そっちも楽しみなんですが、今日の動画はね、前編ということで、下にリンクを貼っておくんで、見てください。まあ、ざっくり言うと、その、まあ、鴨頭、のその、まあ、そのフランチャイズチャンネルのね、焼肉マフィア の店内の映像が流れてるやつが今めちゃめちゃ炎上してるっていう、話、まあ、この前動画上げたやつだけど、まあ、それを、見て、焼肉マフィアにそのスタッフさんが行こうとしたら、それをやめさせたと。やめろやめろって、あんなとこ行ったらもう、とんでもない目に遭うぞと。まあ、ピーになってたんで、そういうろくでもない目に遭うぞというようなことを、まあ、言ってたようでして、いろいろ言ってますね。自分が原田に一番枯れた男、それは嘘だねと。まあその鴨頭が、その、まあ、自分のことを、その、まあ、講演会とかいろんなところで、その、原田さんに、自分は一番気に入られてたんだみたいな、腹心だったんだみたいなこととかをね、まあ、いろいろのたまってらっしゃるけど、まあ、それは完全に嘘ですということを、ぶった切ってるわけですね。まあ、それはもう、本人が否定してるんだから、もう、それが真実ですよねっていう話で、まあ、鴨頭がずっと嘘をつき続けて、今まで講演会とかそういうところとかで嘘をつき続けて信者を騙したっていうことがね、これが、暴露されてしまったという話ですね。他にもね、いろいろ言及してるんですよね。これ一番面白かったのは、動画のね、3分、0秒から、鴨頭イコールマックみたいなイメージになるのは絶対まずいからと。そこまで言われちゃうからみたいな感じで、まあ、その鴨頭が今、その元マクドナルドっていう肩書きを使っていろんなところでいろんなことを、生きて発信してるんだけど、もうそれはもう、正直だから、なんだろうね、あいつはもう、マクドナルドの代表として鴨頭が見られてしまってるのは、これは非常にまずいということを言ってるわけですね。もう社長にここまで言われちゃうんかいみたいな感じでね。鴨頭はその何だっけ、この後か、この後で鴨頭はマック代表みたいに自分で喋ってるけど異端児ですからねと、まあ、いうわけで、そのマックのスタンダードからしたら、それはかけ離れてる、人ですという話でございますね。で、鴨頭はその自分のことをうさんくさいって言ってるけど、そううさんくさいっていうのが、マックのアイデンティティじゃないですからと、まあ、そこは勘違いするなということですね。ということで、まあ、いろんな嘘がバレちゃったというわけですね。鴨頭がこれ前の動画、前、その鴨頭の、その過去の武勇伝みたいな話してて、そのなんかチーズバーガーがなんかを、その、その実際は朝から、10時からしか売っちゃいけないのは朝6時半ぐらいとかから、早めに売ってって、それ売り上げを稼いで、それで、まあ、島町かからされてたけど、自分はなんかその店で売り上げ作ったからすごいんだみたいなこととかを、まあ、言ってた、わけなんだけども、まあ、それもだから普通に、だから全然会社の中からしたら褒められてることじゃなかったというわけでございますね。まあ、それは当たり前ではなくて、もう背任行為だよねっていう話で、まあ、その本部から の方針を無視して、それルールを破って、それで自分のところは自分の店だけ儲けられればいいみたいなね、他の、ルールをちゃんと守ってる店舗を出し抜いて、自分のところだけで営業実績を上げて、それでまあその、まあ、ズルをして、それで営業成績1位でしたみたいなことをまあ言ってる、まあそういう、だからね、ゴミみたいなやり方をして、その稼いでたっていう、まあ、ルールを破ることに、だから何の、あれですよね、まあ、違和感もないっていうか、それでおかしいと思わない、だから犯罪者の思考回路だっていうのを前の動画で言ったんですけども、だからよくクビにならなかったなってのして、普通だったら、店長からバイトリーダーに格下げとか、そんぐらいになる話だと思うんですけどね、まあそのだから減給処分になったのかどうなのか知らないけど、まあとりあえずだから会社の中では評価されている人材ではなかったというわけでございます。それがなんか生きっちゃって YouTube で数字持っちゃったから、こうやってね、目につくようになってるけど、正直だってさ、マクドナルドぐらいのさ、規模のね、まあ、冷静に考えたら分からないんだけど、それぐらいの規模の会社で社長がさ、そんな一店長のさことなんてさ、いちいち覚えてるかっていうの。いや、そもそもだって会ったこととかないんじゃないの、分かんないけどさ、でさ、もしね、仮に鴨頭が、その鴨頭本人が言うように、その自分はね、原田元社長に一番気に入られてた人材だって言うんだったら、さ、それは副社長になってるでしょっていう話。一番気に入られてるってなったら、それはナンバー2になるよねっていう話。おかしいでしょ。それがなんで店長のままでいいんだ。おかしいでしょ。そんなわけないでしょ。ね。冷静に考えたらそうだよねっていう話で。そんなね、一番気に入られてる人材が、そんな、ただのね、一店長で、ね、あるはずはないよねっていうことだから、そこの時点で、まあ、まずそれよねってことは、まあ、わかるわけよねっていう、話。
まあいろいろだからその原田さんものもされてて、でね、この公平の動画とかでもっと詳しくっていう、まあ、いう話なんで、まあ、それもね期待してみようと思うんですけども、まあ、だからもうだいぶだからもう持って嘘をついて、まあ、集客してた信者たちに嘘をついて金を取ってたっていうことがねこれで証明された、うん、わけですよねっていう、まあだからなんだろうね、これもだから、まあ、大川隆法が言ってる霊言とか、その、まあ、あの自分のね、まあ、大川隆法が霊言をやった理由は、自分のね、その30代の時の何もない中川隆君、ただ東大を出ただけの中川隆君が何を言っても、それは世の中を変えたいんだ、なんかその この国の政治のあり方を変えたいんだとか言っても誰も耳を貸してくれないから、その霊が降りてるっていうことを自称して、それで今そのイエス・キリストの霊が降りて、イエス・キリストの霊がこう言ってますと、この大川隆法っていう中川隆君、肉体中川隆君が神様ですってことをそのイエス・キリストが言ってるみたいなね、こういうだから権威づけっていうか歴史上の偉人とかの権威づけをしてでしか自分のね言うことを伝えられないんで、これが大川隆法と全く同じなんですよね。だから鴨頭が吉人がこうやって、原田元社長にその一番だって言われてた、一番変わりさって言ってることは、その大川隆法が自分にイエス・キリストの霊が降りてきて、今イエス・キリストの霊が自分の口を借りて喋ってるんだって言ってる、そのまあそれと全く同じ言い方をしてるんですよね。権威づけのため、権威づけ、虎の湯を狩る狐みたいな感じで、その何かその、まあ、自分のことが、自分自身のことが何も、ない人間、自分に自信がないから、だからその何か大きな権力とか著名人とかの名前を使って、しか自分の、言葉を PR できないってね、いう、まあだから、あれ、パブリシティ権の侵害ですよね、まさに。これこそ鴨頭がね、動画の通報してきてる、まさにパブリシティ権の侵害なんじゃないですか、これ。原田さんのね、パブリシティ権侵害 してるよね、鴨頭。お前がやってんじゃん、お前が通報してること。ふざけんなよ。はい。あとは、これだから、マコナリと一緒ですね。マコナリのだから、古代広告で、そのテックキャンプの数字を持ったりとか、あとはその転職率とかのね、満足度とかの数字をいじって、なんかその母数をすごい削減した状態から、で、それなんか 99.9% 満足みたいなことを、まあこれマコナリがやったその古代広告の話ね。これもだから、その満足度とかがそんなに高いのに、出てきてる人材のスキルが全然しょぼいから、だから IT 系のね、人事部からクレームが多発して、それで去年の営業になったっていうのがありましたけど、そのマコナリがやった古代広告、そして、大川隆法がやった霊言と、この鴨頭義人が、原田栄光さんに一番気に入らせたっていうのは、これはだから全く同じ公開で、全く同じやり口の嘘だったということが言えるわけですよね。だから鴨頭は、隆法とマコナリと、まあ、同じね、そういうだから虎の色を、狩る狐でしかないね、そういうだから、まあ、小物中の小物っていうか、何者でもないよね、うん、本当にだから何にもない人間なんだと思う。それで自分に自信がないってことを自分で自覚してるから、こうやって、原田さんの名前とかマクドナルドの名前とかを、使ってここまでやってきたけど、それがもう本人の口からね、バラされちゃったんで、うん、だからまあ大川隆法のその霊言をしたけども、本人がいや自分はそんなこと思ってませんよみたいな、そのねアグネス・チョーさんのね、台湾のね、政治活動家のアグネス・チョーさんの霊言で、なんか私は自衛隊を台湾に派遣してほしいですとか言ってた、隆法が霊言で言ったんだけど、私はそんなこと思ってないし、その日本の政治団体の、トップの人がそういうこと言うと国際問題になって発展しちゃうから、そういうのやめてほしいですみたいなことを本人から言われたみたいなねこととかもあったけど、それと同じ構図ですよね、全く。あ、恥ずかしいっていう話。はい。まあそんな感じでね、まあこういう感じで鴨頭の嘘がバレてしまった。でね、公平にまた続くらしいんで、ちょっと期待してるんですけど、いや、これね、しかも原田栄光さんがフランチャイズチャンネルの炎上してるので見てるっていうのはね、ちょっと面白かったですね。あ、見てるんだと思って。いや、フランチャイズチャンネルのね、動画の影響はね、すごい凄まじいものだったみたいですね。いや、だからね、なんだろう、林社長、どうするんですか、俺なのかなっていうの気になりますよね。あんだけで燃えててね、なんか何事もなかったからよりなんか別の動画とか出してるけど、いやどうするんですかね、林社長。いや、しかも炎上してるのにね、特になんか公開停止したりとかすることなくね、そのままね公開し続けてますからね。いや、林社長悪い人だなって僕は思いますけどね。なんかこうやって燃え広がるのをじっとなんかね見てる感じがして、なんかね。もうどういうつもりなのかは分かりませんけど、はい、まあそんな感じで、鴨頭義人がですね、元上司原田栄光さんに、嘘を暴露されてしまったという話でございました。これね、まあちょっといろんな人が取り上げてるんで、関連する動画とかも見てみてください。これまた動きがありそうなんで、引き続き取り上げていきたいと思います。